骸骨 G 船長ご苦労様です。じゃ確か相馬さんでしたかな、坊ちゃんから聞いております。確か迎えの者が来るはずなんじゃが、はて、うーむ、あの小娘せっかくの用心だというに、ほほ、ところで船旅はどうでした。じゃあどっちがいいかな。傍若無人にやってやる俺は。うぷ、おお、それはいかんな。すぐそこにわしの家があるから休んでいくといい。俺は傍若無人に生きるんだ。ああ女だ、メーカーだ、メーカー。ごめんごめん、待った、君が相馬くん。私はメーカーです。あざみね家で主にメイドをやっています。よろしく。本当にメイド？む、メイドを疑うのは失礼ですよ。まったくあのクソが坊ちゃまの友達らしい失礼な方ですね。まあでも次からは間違えないで、私は本物のメイドですよ。ふふふふふ、相馬くんよろしくね。さてでは屋敷まで案内します、こちらへどうぞ。メイカちゃん可愛い、なんでグラサンしてんの、すげえ似合ってるけど、すげえ似合ってるけど、なんでグラサンしてんの。こっちって言ってる。なあ誰、おや見かけない顔だね。あれ君ももしかして船で来た。違うよ。もう冗談はよしこさん、嘘が下手なんだから。そんなことよりおじいさんの船で来たんだよね。そっか、何者君は。なんかあるかな、新聞の切り抜き。7月に行方不明になってた11歳の男の子2人が M 市内で無事保護された。行方不明になってから2ヶ月発見は絶望的と見られていたが、怪我もなく無事。不思議な事件だね。山中で遭難していたと事情を話しているそうだ。2ヶ月の遭難に関わらず2人が元気なのは気になるが、何にせよ今は嬉しいニュースだ。そうね、まあまあまあ。あ、いい子って書いてある。扉には鍵がかかってる。扉のプレートには子供の字でいい子の部屋と書かれてある。あの子かな、あのボサボサ髪の子がいい子ちゃんかな。あんたいい子？困った、ブブブって。どうしよう、話聞かないとダメか。どうかしたの？定期便とか1週間間隔で物資が届くんだけど、必要な品を注文したらすぐ受け取りたいのよ私は。不便ですね。そうそうそう、そうなのよ。それで本土におじいさんが行った時に私宛ての荷物があった場合、船で持ってきてくれる約束になってるの。でもあのおじいさんすぐに怒るから苦手なのよね。最初は何も言わなかったのに、段ボールの商品名見てカンカン。私の研究に重要なものだっていうのに。まあでもおじいさんはツンデレだから、本土から荷物を持ってこないってことはないんだよね。ああ荷物は受け取りたいけど、おじいさんに怒られるのやだな。なんで怒るんだろう、なんで怒るの、おじいさんなんで怒るの、かわいそうやで。あ、いろいろ聞けるね、荷物について。荷物じゃと、あの不可思議女め、お客様に何を頼んどるんじゃ。え、相馬さんが自主的に取りに来たのか。いい子じゃの、わしの孫の次にいい子ですじゃ。申し訳ないですが持っていきますかいの。じゃあ持ってくわ、重いから気をつけなよ。すまんが頼みますじゃ。あ、そうだ、いい子にはこれもやらんとの。飴玉ありがとう。この島は杯とね、酒が好きそうな相馬さんはいつも見てるから知ってるかもしれないがの。あ、客用の港もあるんじゃが、坊ちゃんのお客さんだ。屋敷に近いこちらに降ろしました。わしか。あざみね家の船を管理しとるミッタと申しますじゃ。ミッタ G、 まあ主にあざみね一族の送り迎えなんかをやっておるかの。あざみね家って何なの。あざみねは製薬会社やつだぞ。じゃあちょ、今のこの島の主坊ちゃんのお父さんですがな、一代でここまで大きくしたんじゃ。相当なやり手なんですじゃ。ほっほっほ、あざみねファーマー、結構年を召していてわしと同じぐらいの年のはずなんじゃが、若々しいし未だにビシッとしとる。見習いもたいもんだって。絶対なんか非合法の薬だろそれ。メイカ、やっと来たのかあのメイド、全くなっとらん。自称メイド名、あ、このことは内緒でお願いですじゃ。なんかあいつ怖いんじゃ。自称メイドって言われてんだみんなに。おいお前自称メイドだろ、なんだ自称メイドって。とりあえず戻ってきたよ。もしかしてその手に持ってるものは飴玉あげる。それは違う、興味を示してはくれないな。あーていうかこっち持ってってんだ、封筒持ってたら封筒のままだったのかな。それ違う、しゃあないな。
何が届いたのこれ。おお、受け取ってきてくれたのか。ありがとうありがとう。これすごい重要アイテムなんだ。帰ったら早速充填してみよう。おっと、そういえば恩人の名前を聞いてなかった。相馬くんだね。重ね重ねありがとう。私はヤマトモ。お前かよヤマトモかよ。私はみんなからヤマトモって呼ばれてるよ。でなんとなくこの BGM も君に言うに近くない？気のせいかな。ヤマトモ、アザミネ研究所で働いているかなり優秀な研究員なのだ。私の作ったものはとっても優秀だよ。腹痛を後回しにして蓄積する薬とか、寝てないのに寝てるように見える薬、食欲を後回しにして眼球に蓄積する薬とか作って、透明になる薬を飲んだ気になる薬とか、大事なことをポカンと忘れる薬とか、何か必要なものがあれば相馬くんを実験台。ゲフンゲフン。相馬くんには特別に譲ってあげてもいいよ。大丈夫大丈夫、副作用はないよ。本当だよ。なんか本作用が怖いんだけど、本作用が十分怖いんだけど。なんてね、ははははなんてねえなの。まあ困ったことがあったら私が助けてあげるよ。でもし私が困ってたら助けてね。さてでは私は行くよ。私は研究所にいるからよかったら遊びに来てね。バッハハーイ。山本山友、こっちに進んでくださいね。あ、いろいろ聞けるね。じゃあまず山友について。山友さん、あ、さっきの人ですね。いつもあっちこっちをうろうろ蝶々追っかけたりぼーっとしてたり、不思議な人ですね。本当に研究者なのかな。じゃあミッタについて。ミッタさんですか。いい人ですよ。ちょっとおどおどして私の目を見てくれませんが、漁師さんなので時折お魚を持ってきてくれるんです。へえ。じゃあメーカー。何、相馬くん、私のこと知りたいんですか。かわいい、マジでかわいい。あざみね家の子供担当のメイドです。家事雑事何でもこなすすごいメイドです。趣味ももちろんメイドです。本物のメイドですよ。メイドですからね。マキマキ、坊ちゃまにです。坊ちゃまですか。屋敷であなたを待ってます。まあいつもの通りクソが、いえいえ、やんちゃな男の子ですよ。でもまさか坊ちゃまに友達ね。話を聞いた時は驚きましたが、正直今も驚いています。あなたどうやって怪獣したんです。じゃあこの島はアザミネに関係のあるものしかありません。主に大きな屋敷は建物は4つ。アザミネ家、研究所、社宅、灯台。アザミネ家は大きな屋敷です。坊ちゃまとかご家族が住んでいるところ、私が働いているところでもあります。研究所はこの家の裏の方に見えると思うんだけど、アザミネ製薬の研究所です。私はあまり行ったことがないかな。従業員もいるのかな。あ、研究員もいるんだ。社宅は大きなマンションです。研究員なんかが住んでるみたいね。でもアザミネ製薬に就職したら俺ここで住み込まなきゃいけないんだ、しんどいな。内部には売店とかラーメン屋とかいろいろあります。だって宅配便も直接届かない島なんでしょ。灯台は君も見たよね。あそこの景色なかなかのものですよ。じゃあまあいいかな。じゃあ行こうか。あ、そうだ、あのメーカーさん、ちょっとアドレス教えて。あら、私とお友達になりたいんですか。全く可愛いですね。用事が済んだらまた話しかけてくださいね。友達になってあげます。ふふふ。まあそれはいいとして、はいはい、こちらです。残念。じゃあアメいる。アメちゃん。あ、私甘いの苦手なんですよ。でも私に好意持ってくれてるってことですよね。ありがとうございます。可愛い、可愛いけどなんかあしらわれてる。力でどうにかするしかない。こら、そんなもの手に持っちゃダメでしょ。募集しちゃいますよ。いい人だ、すげえ好き。あれ、メガネお前は。それにしてもこんな島によくこんな島くん、ん？島くんだりまでお越しになられましたね。研究やお仕事以外でお客様が訪れることってとっても珍しいです。しかもマキボッチャマのご学友とは正直ちょっと嬉しいですね。マキ様も長いこと学校を休んでいて、相馬くんも急な呼び出しに驚いたことでしょう。ボッチャマに会うのも久しぶりで、あなたも緊張してるのかもしれませんね。してない、緊張してない。あ、いいやつになった。わからん。そうですか、ボッチャマの友達らしいですね。でも何かあれば私に相談してください。力になりますよ。それと精一杯おもてなしするので、この島での滞在楽しんでくださいね。それではこちらへ。ヤマトモ、お前どこ行ってたんだ。あ、メガリか、メガリ。おお、メガリくん、どうしたの。お前が実験中にいなくなったから探しに来たんだろうが。あ、実験に必要な道具が届いたので取りに行ってたんだよ。嘘つけよ、どうせまたおもちゃだろ。はあ、おもちゃじゃないよ、大事な実験。はいはい、
もう本当だよ。分かった分かった。もうどうでもいいから帰るぞ。えい、写真撮っとこ。メガリーくんね、君が。お、相馬くんじゃん。メガリーくん、メガリーくん、この子にさっき助けてもらったんだ。あー、また他人に迷惑を。すまないな少年、こいつが迷惑をかけていたみたいで。かけてないって。また何か頼み事されたら無視していいからな、相馬くん。ひどい。分岐すんのかな、助けてたかどうかで。相馬くん、すまんな。二人はどういう関係で。我々はあざみね研究所の研究者だ。こいつはまあ一緒に働いている面倒くさいやつだ。ひどい。親密な関係なのに。うわー、なんかエッチだ。誤解を招くような発言をするな。メガリ君はね、私の後輩なんだ。お前後輩なの？逆じゃないんだ。アメリカの支社から移ってきたからな。後輩という言い方は気に食わんが、そもそも僕の方が年上だから、このゆるさは許せん。本当なの？それ先輩後輩の関係ならんやろ。まあまあ、そんなに怒ると顔にシワ寄っちゃうよ。メガリ君はね、結構優秀な研究員なんだぜ。私ほどではないけどね、助手として優秀なのだぜ。あ、本当にヤマトモの方が位が上なのか。助手じゃねえし、お前の介護士だよ俺は。はあ、またまあこういう関係だ。メガリ、これは本名じゃなくてあだ名だよん。あ、うちの研究所ではみんなあだ名で呼ぶのが習わしなんだ。じゃあお前は山本でが名字で、あだ名がヤマトモなのかな。コードネームみたいでかっこいいでしょ。メガリのどこがコードネームなんだ。メガネプラスガリガリとかかな。ああ、正解。はあ、アメリカに戻りたい。まあいいか、これも手に入ったし、さっさと帰ろうよ、メガリくん。こっち、早く行くよって。もう何道草食ってるんですか、さっさと行きましょう。じゃあ行こうかな。うわー、すごい屋敷、これ気になるけど。そっちじゃない。はいはい、そっちじゃないですよ。かわいいなあ。あら、私と、あ、そうそうそう、はい、お進みくださいって。どうして呼ばれた。そう、俺どうして呼ばれたの。さあ、分かりかねます。ぽっちゃんは気まぐれなんで、ま、なんとなく察しはついてるんですけど、あ、本人に聞いた方がいいです。じゃあ、あのビルは何。あれが社宅ですよ。主にあざみね研究所で働く人たち、それから各施設の従業員が住んでいます。もちろん、そうかそうか、毎日船で通っている方もおられます。いや、すごいですね、わざわざこんな島に来てまで。この島は、あ、聞いた話か。あざみね屋敷は旦那様とその子供たち3人で暮らしています。あとは私を含めた使用人の何人かが、まあ旦那様は基本的に家に戻ることはないですけど、僕たまに顔を見せるぐらい。こんな近場なのに子供にグレるなっていう方が難しいですよね。まあそういう家庭です。めんどくさい話は別の人に聞いてくださいね。私はけなげなメイドですので。森、あれなの、道。ああ、そっちは研究所に続く道ですね。この島も開発は進んでますが、大部分は森ですね。その他にも洞窟やら何やらあるとか。ここの森、なんだか希少な価値があるらしくって、この島特有の植物や昆虫が見つかるとか研究所の人が言ってましたね。なんか変な遺伝子改変したもん出てねえか。虫は苦手なので私はあんまり通りたくはありませんが。じゃあ、こんなとこかな、特にない。じゃあ行こうか。暮れてきましたね。寒いからさっさと中入りましょう。では気兼ねなくどうぞ。イエーイ。ここが、ん、誰、おじいちゃん。話聞いてくれない？ドンキ、あれから手放せない。そうなのか、あれから手放せなくなってんのか。飴玉渡したマジ。どうも。ダメか、なんな、飴玉取られたんだけど。じゃあ行くか。いや、でかい屋敷楽しみだな。はい、相馬くん、中旅お疲れ様でした。さてさて、これから相馬様にたっぷりおもてなししますね。今日のためにたくさんのプランを考えております。お風呂とかめっちゃ広そう。なぜならば私はメイド、せっかくのお客様なのですから本気でおもてなし。メイドとはご奉仕あってのこそのメイドでなければ。顔赤くなってる。かわいい。メイカマジでいいな。おはようからお休みまで抜かりなく。
このお姉さま感のあるメイドすげえ好き。それがメイド。ゲヘヘヘゲヘ。あ、ちょっとキャラ崩壊した。コホン、いけないいけない。ではとりあえず相馬くんのお部屋をご用意したので、まずそちらに。メイ先生、またぬくいの部屋に勝手に入ったでしょ。許可を取って。誰？ぬくい？なんか見たことある気がするけど、こんな感じだったっけ。こらこら、ぬくい様、お客様の前ですよ。ちゃんと挨拶しましょう。降りてきてください。先生って言ってる生徒？何者？なんか引きずってんだけど。あ、もう仕方がないですね。お騒がせしてごめんなさい、相馬くん。彼女は、あ、マキオ坊ちゃまの妹君、ぬくい様です。ご覧の通り極度の人見知りで、マキ坊ちゃまほど悪い子というわけではないのですが、不用心に近づくと暴れますのでお気をつけくださいね。はあ、獣じゃんもう。よし、じゃあ気を取り直して、メイドによるメイドのためのご奉仕を。テコンドーは何ですか？はい、モスモス。今相馬くんを屋敷に招いたとこですが。は？いやいや、失礼すぎるでしょう。ちょっとお待ちください。帰れって、もしかして。は？あ、いえ、でも、あ、マキボッチャマが至急会いたいと。わお、まあいいんじゃない、それは仰せですと。マキボッチャマは階段を上って左突き当たりの部屋にいます。一人で来てほしいとのことです。ごめんなさい。ああ、どうしてこの屋敷の住人はみんな非常識なのでしょうね。もうメイドのプランが。かわいそう、せっかく俺もでかい風呂とか美味しいもんとか楽しみしてたのに。海産物とかうまそうじゃん。もう無視して。うわー、すごい、でか机、でか机、強そうなシェフ。チャオ、久々のお客様、腕によりをかけてお料理を見舞いでごわす。で、なんかいい料理、エビとか食いたいな。殻付きのでっかいエビ食いて。こっち側は、あら、アイマスクというかメーカーと同じような。こんにちは、ここから先が応接間です。現在掃除中ですので他当たってください。残念。じゃあ上行こうか。左行けっつってだよな。何これ、ハゲタカの娘、作者不明1984。ハゲタカの娘、よくできてるな。まるで生きてるみたいだ。異国の女の子かな、何かの部族みたいな格好してる。ハゲタカの娘、なんだろうこれ。ハゲタカの娘ってなんすか。あ、他の話は聞けないよね。ハゲタカの娘、なんか別の作品でも似たようなの聞いたな。なんだったっけ、キノコヌンだったかな、わかんねえや。なんか聞いたことあったけど。鍵が上がってる。高そうな花瓶だ。高そうな花瓶か。いかんいかん。鍵が上がってる。自制心。うわー、すごい。ここが妹君のお部屋かな。いたいた、ぬくい様。うわー。負けない。うわー、近づいてた。すごい、スマブラみたいな動きしてる。あー、ダメか。無限ループかな、この2パターンの攻撃を。いや、これを割ることであの子を外におびき出して割ってしまいたくなる衝動、抑えられない。この衝動抑えなくていいよ。まあ、かといってなんかやられても困るけど、やるのってなっちゃう。あ、入れんの？なんだこの部屋、不思議な。パーテーションかな？なんで入れるんだ？観葉植物。これ何？山下。風車のある町に住みたいので住んでみた件について。なんだこのラノベみたいな。タイトルで損してる気がする。こっち側気になるけどな、なんかついたてに なぜ隠されてんだ？ハンマー、手が勝手に答えるんだ。割ったらことだぞ。
答えるタイルか。ここかな。あれ病院に置いてありそうなベッドだ。確かに月に落ちる1984、月のように見えるが多分井戸に落ちた人の絵だ。かわいそうに。よくある観葉植物。うーん、庭窓ね、普通に窓か。窓は割りそうな衝動にならないんだね。ダメだ、割るわけにはいかない、仕方のないことなのだ。そういえばちゃんと説明してませんでした。ん？選択肢はあなたの行動によってあなたの性格は変動しています。他人に対する態度、世話焼き、無関心、投げやり、君の心の炎の色、熱さや冷たさ、正義と悪、それらがごっちゃになったもの、それが性格でした。君がどんな人間か知りたかったのでずっと見ていましたよ。思えばずっと君を見ることはなかったから、もう十分君のことが分かりました。さて、え、あー、なるほど、君の多感な時期が終わろうとしています。もうすぐあなたの性格が確定します。まあでもそうだね、その方がやり直すときありがたいな。ご苦労様でした。扉を開けますか。え、はい、いいやつです。俺大丈夫、病気なん？よう相棒、久しぶりだな、元気だったか。って、なんつうか、こういうセリフしか出ねえや、母。あははは、この状況、なんでお前を呼んだかわかるか。わからないな。そりゃそうか、だよな。いきなり呼び出して悪かったな。俺さ、結論から言うと、もうすぐ死ぬんだわ。医者が言うには、なんとかっていう奇病らしくて、早々にサジを投げちまった。この島の技術は最先端なんて歌ってるが、やっぱりろくなもんじゃねえな。はは。でもゾンビになって生き残ろう、そういう技術使って。はあ、つまんねえ人生だよな。ただ毎日ぐちぐち言ったり、現状に抗いもせず暴れる。何にも得られない、無駄な時間だよ。何のために俺は生まれたんだろうな。死に直面すると急に頭が回り上がる。こんなことなら好きなことだけをやればよかった。好きなことだけをやってたようにも見えるが何も気にせずにってさ、本当俺はバカだよ。最近さ、学校のことをよく夢に見るんだ。毎日お前とバカやってる夢だよ。一番楽しかった時期ってことかな。全てがくだらないことだと思ってたけど、お前といた時間は悪くなかったと思う。だから最後にさ、お前の顔が見れてよかった。どうしよう、どうしようもないな。来てくれてありがとな、ソーマ。なんか持ってる。あ、手か、手か、手を出してんのか。うわー、そんな、本当に助かった。悪いけどお前の時間もらうわ。は？泣いてる。すごい鼻水。お尻から、お尻からは出てない。どうした？スライム？わあ！多感な時期が終わるというか、俺じゃなくなっちゃうの？感情。いいやつ。どういうこと？何者？うげえ、結局出しちゃった。ガハッハッ、頭がガンガンする。こんな感じなのか。どっち今は。もうソーマはひでえな。でもやっぱりうまくいかなかったみたいだ。体の支配権を奪えた。初めてうまくいった。まだ気持ち悪いが、おー、すげえな、自分の体みたいだ。うわあ、悪いな、ソーマ。ちょっと体借りるわ。まだ死ぬわけにはいかないのさ。俺、やらなきゃいけないことができたんだ。つまんねえって言ってた毎日からしたら成長しただろ。褒めてくれよな。よし、だいぶこの体にも慣れてきた。行こうぜ、ソーマ。行こうぜって。どういう一族なの？アサミネ家は。坊ちゃま、大丈夫ですか？大丈夫だ、息はしている。よかった。とにかく治療室へ。みんな持ち上げて。せーの、さあ行きましょう。なんだか妙だな、この匂い。お前何者マジで飴玉もらって喜んでたけど。これ気になるんだけど、このん、何光ってる。調べられる。なんかできる、なんかできる。あー、スライム。誰？ソーマかな？ソーマか。スライムになっちゃったの？
あー、しかも光がダメなの？食わせ藤子。そうか、日光蒸発、蒸発イコール死。ここ出る、体取り戻す。じゃあこのスライム状になるのは別にアザミネ家の特殊ななんか体の特徴とかじゃなくって、そういう技術なのか。鍵がかかってる。一応スライムになった記念にセーブしとこうか。うわ、早めっちゃ早い、横移動が早い。どうやらこれが自分らしい。カーテン閉めたいな。こっちのカーテンは確かに。じゃあそうね、かぶって布かぶって動こうや。枕、あ、鍵だ。心電図だろうか、役には立たないな。じゃあこれか。鍵は手に持たないと意味ないのかな。ロープ、ロープか。カーテンに結びつける、それともこの布に巻きつける、ここに巻きつける、この上に人形が飾ってある。マキの趣味ではないな多分。この上のよく見えない、ああなるほどね。これ何なんだろう。ロープを体に取り込んで射出した。え、そんな機能が、便利機能。じゃあこれに乗って意外と動けるね。ロープ回収した。日光がダメなだけで簡単な動作ならできるみたいだ。あ、誰か来た。隠れた方がいいんじゃない。うわー、やばそう。ち、あいつ何様だ。俺をこき使いやがって。せっかくの休みだってのに、クソ。あ、こっち罰のやつか。手前にいた方のやつか。手前というか、あの台車取ってこいって怒ってた方だな。人だ、助けてもらえるかもしれない。やめとけやめとけ、絶対ダメだ。うわあ、マジかよ。逸脱物反応ありか。ち、さっさと見つけて焼却処分しないとな。よかった、危ねえ。ダメだ、見つかってはいけないような気がする。とにかくこの部屋から出よう。じゃあセーブして一回会ってみる。あ、下に降りたらまずい。じゃあ上行くか。ほにょほにょほにょ。おっと、うわー、倒しちまったか。まあいいや、後でメイドが掃除すんだろう。どうしよう、人形は今関係なさそう。ん、御曹司の病室ね、質素なこって。自分の息子も家畜みたいなもんか。さすがだぜ所長。それにしても妖精か。逸脱物は惹かれ合うって話だ。御曹司も何らかの実験を受けてるって噂本当かもな。多くは無理かな、仕方がない。あー、ダメージ確保で進むっていう手もあるのか。あ、たく、この前も子供3人も逃がして大事になったばっかりだってのに。みんな仲良く豚箱に入りてえのか、あいつら。でも前回のこともまるで本土に嗅ぎつけられてなかったみたいだな。よほどすごいバッグがついてるのか。あの所長、本当何者だよ。さあ仕事だ仕事、めんどくせえがな。お、この杭抜けるかもしれない、抜いてみようか。じゃあ抜いてみよう。はい、よし。下に降りたらまずい、抜いたけど。パイプに穴が開いてる、なんか空洞のようだ。入り込もうか、パイプの中。ああなるほどね。よし、バカめ、どうしよう。でも他の人にも見つかったらまずいよな。これは僕のスマホだ。あの歩いていった僕の体、マキが落としていったものか。よし、スマホでお母さんに連絡しよう。助けて。開かない。こっちは？でもここ、あ、誰か来る。うわあ、しょぼい方が。見つけたぞ、逸脱隊。うわ、問答無用。画面に矢印が表示されたときはクリック。じゃあ急いで。こっち？はい。うわあ、うわあ、いきなり撃ってきた。やばいやばい、逃げなきゃ。なんだ、気が遠くなる。
ダメだ、水の上にいるとどんどん意識が薄れていく。自分が薄くなっちゃうのかな。今更ながら説明します。今あの君は今水の塊みたいです。水イコールあなた。つまり水がなくなってしまえば君は消えてしまいます。逆に水が増えるとどうなるか。失った分の水を取り返すことはできますが、取りすぎると君という存在が曖昧になってしまいます。やがて何も考えられない存在になっちゃうかも。このゲージの中心、できれば 100% をキープしてくださいね。ちなみに下のゲージは感情を表します。感情とはあなたの性格の守り手。ダメージを受け続ける、もしくは大ダメージを受けるとあなたの感情は失われていきます。あー、失われていくとどうなるかはよくわかりません。でもないよりはある方がいいですよね。お気をつけて。そんなおまけみたいな感覚でどうする。じゃあこの辺行こうよ。で隠れられる。うわー、追い詰められた。ん、あーあああああ、逃げれた。痛かった。おー、危ねえ。外に逃げたか。だがあのタイプは外ならば長くは生きられまい。やばいやばい、傘取ろう傘。逃げ切れたか。それにしても逸脱隊、僕のことか。いや、そんなことより確かにこのまま外に逃げても周りは水分だらけだ。周りは海、この島からも逃げられない。どうしよう、体を取り戻さなきゃ。また屋敷の中に戻らなきゃいけないか。傘、とりあえず傘。はい、じゃあちょっととりあえず一旦ここでセーブしましょうか。あ、で水分が 88% になってちょっと 100% から減ってるね。はい、ということでじゃあ一旦ここで締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。